22歳の会社員で、価値観仕事に対することとか、なんか仕事優先でもいいけど、たまには私を一番にしてほしい。優しくてずっと好きみたいなのを出してくれる人。お金の価値観ですね。それは絶対外せないですね。働いてる人収入と顔1000万ぐらいは欲しいですね子供が生まれた時に優しい人、家事に協力してくれる人、親から大丈夫だよって言われた人じゃないと。好きでも親から反対されたら考えます。一緒に行って楽しい人じゃないと長続きしないかなって思うので、一番重要にはしたいなって思ってます。優しい、とりあえずミスしたら許してくれる人。価値観が合う、その無言の状態でもそれの雰囲気を壊さないで、無言でも一緒に入れて楽しいなって思う人がいいなと思います。大切にしてくれることとか一緒にいるときにちょっとした気遣いだったりとか、そういうのが感じられたら、心身ともに余裕がある価値観が一緒な人とか、語彙力とかが一緒な人がいいです。食べ物が好きなのが一緒だったり、趣味が一緒だったりするとすごい楽しいと思います。お互いにほどほどに気を使えることだと思います。家庭を顧みてくれる人、仕事だけじゃなくて子育ても、仕事一番になってもどっかで子育てとか家庭のことは忘れずにいてほしいかな。